てめえは。おう、ここは天下の青戸組の屋敷だぜ。何の用だ。どうせ仕事の口でも探しに来たんだろうぜ。てめえみてえな口先だけの頭でっかちでも使いっぱしりくらいの役には立つってか。いいだろう、入んな。仕事にありつきたいなら犯罪者親分にしっかり挨拶しておけよ。いいねこの感じ。あんた鳥肌が立ちまうようないい目をしているよ。あんたも血の匂いに誘われてここに来たんだろう。あたしにはわかるのさ。あんたあたしと同じ目をしているからね。ここは天原で一番地獄に近い場所。最も地獄に変わるのはこれからだけれど。あたしは影沼恭次郎。あんたのおかげで退屈しないで済みそうだ。楽しみだね。俺が高沼の半左衛門だ。どうしたい、とっとと座りな。